こんばんは、千代ちゃんのお時間です。近年、人がクマに襲われる被害が全国各地で増えていますが、九州ではこういった事件は発生していません。これは九州にクマがいないからだと言われています。それではなぜ九州にクマはいないのでしょうか。そこで今回は九州にクマがいない理由について説明していきます。千代ちゃんでは生物の解説をしているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。現在、日本にはツキノワグマの日本産亜種であるニホンツキノワグマが本州および四国に生息しています。九州にもかつてこのニホンツキノワグマが生息していましたが、2012年に環境省が絶滅宣言を出しています。九州のクマで記録に残っているのは1941年に捕獲されたのが最後だと言われています。また確実な目撃例として大分と宮崎の県境にある山中でツキノワグマの子グマのフラン死体が発見されています。それが1987年に大分、豊後大野市の祖母傾山山系で1頭のクマが発見され、漁師が銃で射止めました。この時すでに九州では野生のクマは絶滅したと思われていたため、このクマの捕獲は関係者に大きな反響を呼びました。当時の個体分析により、このクマは野生下で生息していた4歳のオスであることが明らかになっています。しかし頭骨の計測から中国地方以北の個体であることが示唆され、最近の DNA 分析の結果から本個体は福井県から岐阜県に多く見られるハプロタイプを有していることが判明しました。そのため2010年にこの個体は北陸から中部地域のものが人の手により移入された、もしくは移入されたメス個体の子孫であると結論付けられました。こうしてその2年後の2012年に九州では絶滅したと宣言されたのです。では九州のツキノワグマはいつ頃まで普通に生息が確認されており、いつ頃から減り始め、そして絶滅したのでしょうか。1932年発行の動物学雑誌日本動物学会において、九州帝国大学教授の大島博氏は九州にクマは生息しないというのが学会での定説であると記しています。一方でその定説をラジオで話したところ、祖母傾山山系ではまだ少数ではあるがクマが生息しているとの連絡を受けたとも同校内で書いています。同様に登山家の加藤和成がまとめた祖母大桑山系におけるクマの捕獲表1958では、明治から昭和初期を中心に計50頭のクマが捕獲されたことが記録されています。これらのことから、昭和初期にはすでに九州全体で見るとツキノワグマはほとんど生息していない状況で、祖母傾山山系などの一部の地域において知る人ぞ知る存在になっていたようです。この地域では江戸末期に熊塚と呼ばれる風習がありました。そこではイノシシ1000頭、熊1頭と言われ、熊を1頭取るたびに熊塚と呼ばれる慰霊碑を建てていました。熊塚は1800年代中頃から多く混入されるようになっています。また熊のたたりについての言い伝えも残っています。熊塚やたたり伝承は熊の生息数が減少し貴重な動物となった背景の中、捕獲を制限し熊を守らなければいけないという心理が形や戒めとして現れたものなのかもしれません。このように江戸時代末期にはすでに熊の生息数が減少していたようです。ちなみに熊本県に熊の字が使われているのは、もともと南北朝時代に熊本として知られていたのが、慶長12年1607年に加藤清正が熊本城を築城した際に熊本と改めたためです。熊本の熊という字には恐れる、かしこまるといった意味が含まれており、城の名前としては強そうな熊の字が選ばれたと言われています。また熊本の地名は地形に由来するという説もあり、低地と高地が入り組んだ地形や曲がりくねった川のほとりを意味しているとされています。九州の熊のはっきりとした絶滅理由は不明ですが、おそらく森林伐採や狩猟のためだと考えられています。熊は冬眠をする前にたくさん餌を食べてエネルギーを蓄える必要があります。その主なエネルギー源がどんぐりで、これがどんぐりが不作になると餌を求めて熊が人里に多く出没する理由ともなっています。
九州ではこのどんぐりの実がなるブナやナラの木は他の地域に比べて少なくなっています。これは人工林が多いためで、木材供給などを目的に人の手で作られた森は木が過密に立ち、ブナやナラなどの自然植物が育ちません。人工林の割合は全国平均で 41% なのですが、九州の場合は福岡 63%、 佐賀 67%、 熊本 61%、 宮崎 57% と非常に高くなっています。現在日本に生息するクマは2000から3000頭と言われていますが、四国ではわずか約20頭と絶滅寸前です。これは四国が九州同様に人工林の割合が高いためで、高知 65%、 愛媛 61%、 徳島 60% です。逆にヒグマが生息し目撃例が多い北海道では人工林の割合が 27% と非常に低くなっています。その他絶滅した原因として、九州は都市開発などで山と山が孤立していることが多く、生息地に広い面積を必要とするクマの移動範囲が限定されたことが挙げられます。このように九州では絶滅されたとされるクマですが、祖母傾山山系で目撃した、あるいは痕跡を見つけたなど、月の輪グマを目撃したとの情報が相次いでいます。これらの目撃証言の中には、車からの距離約5メートルで座っている子グマらしきものを見たといったものや、窓の外にいる親子とおぼしき2頭の動物が立ち上がり、胸の白い模様が見えたといった情報があります。しかし写真や物的証拠がないため検証は困難です。一方、九州内でのクマの目撃情報について博物館の担当者は、別の動物との見間違いの可能性があると主張しています。例えばアナグマはタヌキに比べて尻尾が短いため、お尻の形がクマに似ています。さらに毛が立つとフサフサになり、クマのような後ろ姿に見える時があるといいます。ちなみにアナグマは名前にクマとついていますが、イタチ科の仲間です。九州と関門海峡を挟んだ山口県では、2023年4月からのクマの目撃情報が300件近くに上っており、自治体だけでなく警察も警戒感を強めています。関門海峡は狭いところで約600メートルほどです。このクマが海を渡って九州に到達する可能性はあるのでしょうか。クマが渡ってくると予想される主なルートは関門海峡、関門トンネル、それに関門橋の3つが考えられます。クマは泳ぎが得意で、北海道利尻島ではかつてヒグマが北海道から泳いで渡ったことが確認されています。ただ関門海峡を泳いで渡ってくる場合、潮の流れが速い上に船の往来も多く、対岸の門司港は門司区の中心市街地であるため、クマにとって餌場がなく、あまり魅力的な場所ではありません。またトンネルや橋はクマにとってこの先に何があるのかわからない状態になるので、そのような場所には近づかないといいます。特に橋を渡るという行為は動物にとっては宙を歩く状態に近いとされています。これらのことから、クマが自力で九州に渡ることはほぼ不可能のようです。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。通知もオンでお願いします。それではまた、ちおちゃんのお時間でお会いしましょう。